どうも陽次郎です。はい、最近ですねツイッターでなんかね鈴花前さんっていう方を、フォローさせていただいたんですけども、鈴花前さん何のこっちゃいと思うんですけど、鈴花萌ちゃんですけども、鈴花前になってるっていうお名前なんですけども、これもともとね、ソースというものがありまして、こちらですね、はじめまして、こちら、萌ちゃんのブログで2018年2月17日の約3年前のブログですね。はい、7番はということで、皆様、はじめまして、鈴花舞ですというね。そしてこの表情この無表情ですよあんなね、水藩同様、萌ちゃんもニコニコフェイスなのに、この無表情ということでね、何があったんじゃいと思うんですけども、この後読み進めていきます。約1年2ヶ月も一緒にいるのに、名前を間違えるとは、海野は漢字に弱いんかなーってことで、ちなみに、この鈴花舞ちゃんって、ルーディーが間違えたんです。多分文字変換か何かで、萌えって打とうとしたら、前って、誤入力したんでしょうね。原因は、すべて、ルーディーです。はい。日本には、ひらがなというものがあるよ。よかったね。私は、仏と呼ばれるほど、心が広く、優しい人間なので、怒りはしないよ。写真をよく見てってことでね、この写真ですね。どうなんでしょうか。無表情ですよ。感情が読み取れない、この表情からは。はい。で、次いきます。天城のアッパーカットも、手を広げて全身で受け止めましたってことでね、サリーと萌ちゃんは、よく、ライブリハとかで、天城が、萌ちゃんに、プロレス技をかけてるってことで、ね、羽がいじめにしてるってことで、100-0 でなんか萌ちゃんがね、エジティになるっていう図なんですけども、この話結構面白い話があって、ライブリハやってました。あ、じゃあ途中休憩入りまーすってなって、で、その時にカナエルとルーリーは休憩中も、鏡に向かって真剣にダンスの振りをなんかね、特訓してたんですけども、それを横目に、天城と萌ちゃんは、プロレスラーを始めて、あーやめてーみたいなね、もうなんか100-0の風景ってことでね、それでね、いいんじゃないかなと思いますし、メリハリが大事ですからね、その後また真剣にやったと思うんですけども、ゆかり投げと飛ばされ、こしょこしょもされるがままということでね、今言った通りですね。で、この後絵文字が続きます。ニコニコの絵文字ですね。それが、おや、悪魔が出てくるぞと思って、悪魔が出てきて、立ち上がれ、萌え推しの人間よ、握手会で2人にやり返すんやってことでね、やっぱり怒ってたっていうね、お話なんですけども、こちらすごいですね、やっぱりなんかそのラスボス感というか、倒されて、なんか下からなんか、サリーとルーリーを見当ててるみたいね、なんか、この2人には待てみたいなね、こういう図になってますけども、で結局こちらは、握手会が、第2次応募受付は2月21日18時やでーってことでね、結局は握手会の宣伝でしたっていうねブログなんですけども、このブログ僕も存在は知ってて、むしろ、この、ブログが気に入って萌ちゃんを追い始めたっていうきっかけのブログなんで、ツイッターのフォロワーさんで鈴花舞さんという方が現れて、あ、思い出してまた振り返ってみようっていうことで見直してみたんですけども、で、萌ちゃんがね今こういう状態なんで、なるべくその萌ちゃんの話題とかも喋っていこうかなと思って今回話させていただきました。はい。で、こちらですね、萌ちゃんのこの無表情の図、俺何かに似てるなと思って、思い返してみたんですけども、山崎芳生さんのこの画像ですね、これにそっくりだなって、思いました。はい。萌ちゃんの復帰をね、ずっと待ってるんでね、元気な姿また見せてくださいね。